ヒドロキシメチルシトシンとは DNA のピリミジン塩基の一つである。シトシンのメチル化及び水酸化により生成する。シトシンのヒドロキシメチル元は遺伝子発現のオン、オフに関与するのでエピジェネティックスにおいて重要である。1952年に初めてバクテリオファージから発見された後、2009年には人及びマウスの脳や肺性幹細胞にも多量に含まれていることが、 発見された。哺乳類では、テッドファミリーの酵素の一つであるテト一致による5、メチルシトシンの水酸化により生ずる。すべての哺乳類の細胞は 5HMC を含むが、その量は細胞の種類により大きく異なる。最も多量に存在するのは中枢神経系である。マウス海馬よび小脳では 5HMC ん有量は、加齢とともに増加することが示された。 この塩基の機能は完全には解明されていないが遺伝子発現または DNA の脱メチル化を調整していると考えられる。この仮説は 5HMC を含む人工 DNA が5乳類細胞への導入後に脱メチルヒドロキシル化されることからも指示される。さらには 5HMC は資源生殖細胞において特に多く広く DNA の脱メチル化に関与していると見られる。 加えて、5HMC が参加されて生成する後、ホルミルシトシンが、肺性幹細胞の DNA から検出されているが、マウス体細胞からはほとんど検出されなかった。5HMC は、中枢神経系で、特に高濃度に検出され、重要な役割を果たしていると思われる。5HMC 濃度の低下は、肺性幹細胞の自己複製能の低下に寄与していることが、 明らかになっている。5HMC はまた細胞の分化過程で頻繁に再配置される同様性のヌクレオソームに関連している。5HMC は2種の神経細胞の5、メチルシトシン濃度を比較する過程で発見された。5メートル C の代わりに大量に検出された未知の物質はいくつかの訂正試験の結果、5HMC と同定された。これとは別に、 テッドファミリー酵素は5メートル C を参加するであろうことが予測されていた。このことはインビトロ並びに人及びマウスの細胞内で実証された。5HMC は1972年に哺乳類から検出されたと報告されたが、報告の信憑性は低いとされた。しかしラットの脳及び肝細胞から極めて高濃度の 5HMC が検出され、 それまでの哺乳類 DNA に関する研究結果が全て覆された。5HMC の発見により、10アリウ酸塩シークエンス技術を用いた DNA メチル化の研究に重要な問題が提起された。5HMC は10アリウ酸塩コンバージョンにおいて、線具物質である5メートル C と同様の挙動を示すので、10アリ酸塩シークエンスデータで検出された塩基が 5HMC であるか5メートル C であるかを確認する必要があると思われる。ありがとうございます。